一巡りして外へ出た。だんだんと坂道を降りると樹齢800年の大紅葉だ。ねえ、あそこ誰かいる。茂みの影へ黒い人影が隠れた。え、どこに。アリサが振り返る。あそこほら、滝の横のモミジの影よ。ん、みんなでそこを見つめたが、もう何も動くものはない。山はひっそりと静まり返るばかりだ。誰もいないよ、トール。夏美は私にしがみついている。トール、何かの見間違いじゃないの。アリサが念を押す。うん、人影間違いないよ。あそこからじっとこっちを伺ってた。また舞妓さんなの。夏美の声は震えている。違う、男だった。背が高くて黒いコートの。私はぎくりとなった。そういえば岸川徹はよくそんなコートを着ていた。背格好も彼と似ていた。でもまさか彼がこんなところに。なになになに。もしも通りの見た通りだったとすると。タクシーが走り出すと、アリサは尾行者のないことを確かめてから言った。私たちは二人の人間につけ狙われていることになるわね。アリサは順に私たちを見た。舞妓姿の女と黒いコートの男。二人は僕たちをどうしようとしているの。夏美は人の話を何でも鵜呑みにする。それはまだ仮説段階だろう。岸川の岸。ああ、そういうことか。なるほどね。二人とも考えてみて。まずあの舞妓よ。うん。アリサのその息遣いまでわかる。いけない、私は変なこと考えてる。何考えてんだ。どういうこと。何を考えてんだ。息遣いまでわかる。私は変なことを考えている。あなたたちも見たように、最初はさりげなく私たちの前をちらつくだけだった。それが原稿案へ来ると、いきなりこれ見よがしに現れて睨みつけた。うん、その通り。私と夏美は一緒になってこっくり人形のようにうなずく。彼女の狙いは何だと思う。明らかな脅し、怖がらせよね。これはストーカーの手口だわ。え、ストーカー。アリサは出し抜けに発想の転換。でも言われてみればない話ではない。ああ、うん、そういえばストーカーは卑劣な犯罪よ。陰湿で陰険、女として絶対に許しちゃならないわ。怒るアリサは凛々しく清々しい。清しい。何、すが、なんて読むこれ。清しい。なんて読むんだこれ。違う。わからない。あれなんで OK これ。潔いとは言わない。清しい。すがしい。わかんない、ごめんね。わかんない。難しい言葉多い。だからこれからは私たちきちんとしたストーカー対策を立てなくちゃね。対策。いつもアリサは戦闘的だでしょ。叱るようにアリサは言った。威圧的だ。これは戦いよ。戦いはもう始まってるわ。第一に、まず敵を知ること。相手の分析から始めましょう。その敵が誰かを割り出して、みんなで警察へ突き出してやるの。こっちには結城刑事がついているわ。アリサの対策にはもうちゃっかり結城刑事が組み込まれている。それにしても怒りが激しい。アリサは誰に怒っているのだろうか、怒っているのだろうか。
弱者を攻撃するものは許せない。私はいつの間にか死んだ騎士トールへの怒りに燃えている自分に気づいた。はあ、そうだ、これはいかにも彼のやりそうな手口なのだ。騎士ってやつはストーカーしてたのか。もともとストーカー行為は異常なものだけれど、このストーカーは特に危険だわ。舞妓姿で、もしくは舞妓を使ってやるなんて普通じゃとても考えられない。でもアリさ、まだストーカーかどうかは。遠慮がちに夏美が言った。東東院では出なかったし。こいつお化けの仕業と言いたいんだ。あの時は結城刑事がいたからよ。アリサはピシリと跳ねつけて。それから夏美、出るはやめてね。出るは、相手はお化けじゃないんだから。ちゃんと抑えるべきところは抑えている。夏美は叱られて小さくなった。ちっちゃいのにね。さらにちっちゃくなっちゃった。ところでアリサ、今あんた舞妓を使ってって言ったけど、私はそういうことではないと思う。ええ、それはストーカー犯が男だった時、その時は舞妓はただの共犯で、主犯はトールが見た黒いコートの男だってことになるわ。アリサはいつも明快だ。でもよく考えてみれば、いつの間にやらアリサは私の話を信じてくれている。うん、確かにな、コードの男がいたっていうのかな。自分ではどっちも見ていないのに、私の黒いコートの男は信じて、夏美の白い着物の女や舞妓幽霊説は否定する。アリサはその不公平さには気づいていないらしい。夏美には不満に思ってないだろうか。セーブ OK。 そうだね、セーブしたいね。ちょっとザッピング終わったらセーブするわ。アリサはもう結論まで出している。僕の意見なんか天から。天からって何？そんな言葉あるん？天からアリサは無視の構えだ。そのくせトールの言うことは信じて、この不公平さきっとトールは分かってくれる。トールへのなんて言うんだろうな、信頼感が熱いね。さてとなると、ストーカー犯は誰か、まず男のケースから考えていきましょう。アリサは改めて私たちを見た。 OK、 セーブした。私の彼騎士トールはもう死んじゃってるから除外するとして、トールから聞くわね。どう、トールの元彼ってこういうストーカー行為やりそうな人？天からとは頭から。ああ、性格的にはありだね。けど状況的にはなし。え？どういうこと？だって私ストーカーやられるほど愛されちゃいなかったもの。確かにあいつには異常なことは、確かにあいつには異常なとこあったけど、今さら私のことなんかもう1年にもなるしね。トール、ストーカーのエネルギーって憎悪なのよ。アリサは苦労人みたいな言い方をした。愛と違って憎しみは別れた後でも育つものだわ。彼に今でも憎悪だけが残っているってことはないね。言ってから私は訂正した。あ、と思う。え？考えてみたら私、彼のことそれほど知ってるわけじゃなかった。CM ディレクターの岸川徹はいつも忙しく飛び回っていた。携帯はいつも切ってあったし、連絡は常に一方的で、行動はいつも自分勝手だった。気に入らないと殴られた。食事や飲みには二人で時々出かけたし、
釣りや旅へも2人で行ったが、果たしてどこまで愛があったか。みんなちょっとやばい男と付き合ってんな。付き合ってきたな。彼にはアブノーマルな狂気があった。となるとやっぱりありかな。変質狂っぽくて何考えてるか分かんない。あいつはそういう不気味なとこがあったから。了解。じゃあ夏美は？え夏美は慌てた。そりゃそうだろう。さっき夏美は彼は殺されたんだって言ったばかりなのに。そうだよね。夏美の彼よ。ストーカーをやりそう？アリサはお構いなしだ。お化け話はないことにしている。うん、やりそう。トールの今の話と似たとこあって。でもアリサ。夏美は困ったようにアリサを見た。僕の彼もう死んじゃってるんだよ。彼が今でも夏美を恨んでいることは？アリサは無視して澄ました顔で質問を進める。うん、わかんないけど憎んでたかも。夏美はもろくも押し切られた。なぜ？怖えな、アリサお嬢様。あいつ母一人子一人でマザコンのくせに水商売のお母さんを嫌いで女全体を憎んでたから。小説の中では何人もの女を殺してみたり、何人もの女を殺してたみたい。首ちょん切ったり手足を切ったり鬼に女を食わせたり。首、また首か。しかしこっちも怖い男だ。ストーカーぐらいはやりかねないだろう。もちろん生きていればの話だが。要するに二人ともアリってことね。アリサは何かを振り払うように言い切った。これからは私たち、このストーカー犯がトールの彼か夏美の彼、どっちかのケースかもって可能性を頭に入れておく必要があるわね。でもアリサ、それだとさっきの舞妓はただどっちかの彼に使われた女ってだけになっちゃうよ。アリサには女のストーカーって考え方はないの？当然あるよ。アリサは力を込めた。実はね、私変なこと考えちゃったの。ん？これすごく怖い仮説なんだけど。アリサ、その前に聞いて。私は先に言っておきたかった。私にもあるんだ。よ、あの舞妓が誰かって怖い話が。